また開催できるように頑張りたいと思っていますし必ず帰ってこれるように、えー、私のねこのショールームも頑張っていきたいと思っています、えー、と3月18日のもともとやる時間予定の19時からえっ、ー、とねゲストも招いて配信だけはやらせていただく予定ですので皆さんぜひそちらの方を楽しみにしてい,ていただけると嬉しいですよろしくお願いします のね、開催のああ中止か開催かの発表がちょっとギリギリになってしまったんですけども、ね、ちょっと申し訳ない気持ちでいっぱいではあるんですけどもやっぱりこの状況で本当にライブができてい,いなぁいプラスまずみんなにお会いするという機会すら今ない状態で それが、ちょっと、本当に寂しいというか、何かできないかなと思って、ギリギリまで粘ったんですけど、ライブハウスでもはないし、マスクしてだったりとか、いろいろ考えたんですけど、やっぱり、ね、大事をとってじゃないですけども、今回は。 ねちょっと頑張ったんだけど、やっぱり、難しいなと思ったので、今回はちょっとね、中止とさせていただくことになりました。そうね。ゲストの方はね、ちょっともう決まってるんですけども、発表させていただきたいと思います。ただいま。えっと、高萩千夏。 森永ニーナ中川千尋の学生卒業3人トリオを今回はお呼びして学生生活の思い出だったりとかなんだろうまあねこれから凱旋でねあのねライブを控えていたメンバーもいるということでまあツアーについての話だったりとかまあねなんか。 お話ができればいいなと思い、ちょっと声をかけさせていただきました。あの少しでもね、楽しいお話ができるように会場をいっぱい引き出し持っていこうと思っていますので、皆さんぜひ楽しみに待っていてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。でね、ちょっとこの後なんですけど、いつも梶島きっかけでは、 えっと、来てくださってるお客さんに実際に質問を募集して、えっと、何質問を実際に募集して、あの、いつも読ませていただいたりするんですけども、まあ、今回それがちょっとできないということなので、うん、ツイッターの方で募集しようと思っております。えっと、ハッシュタグ、カジシマきっかけ募集ですね。ハッシュタグ カジシマきっかけ募集というものを、えっと、ハッシュタグにしますので、皆さんよかったら、たくさんのご応募、<coughs> よろしくお願いします。まあ、あれですね、めちゃくちゃ、私のね、大好きな子う弾くっていう、何弾く髪を弾くっていうのが全員好きで始まった。 質問コーナーなんですけどもすごい意外とこうね好評なので <laughs> 今もずっと続いてるんですすごいねそうそうだから、まあ、ねこれをまとめないようにじゃないけど今回もやりますで今回はねまあもう全てですねもう来てくださって見てくださってる方全員そのまあ参加できるということなので よかったら <laughs> 参加していただけると嬉しいです、ね。よかったらカレーとかも用意してくれたらいいね嬉しいね <laughs> いや。無理かもね無理かも。無理かもしれないけど。ゲストはねただいま発表いたしました。高橋千夏、森中っ、えー、と中川千尋の3人が来てくれる予定です。えっ、ー、とまああくまでも予定なのでもしかしたらね変更とかがもしかしたらあるかもしれないんですけども。 今のところ発表させていただいております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そしてえっと第1は鹿児島はですね。ショールームのイベントに参加中でございます。えー、星だったりカウントだったり、えー、皆さんの応援が鹿児島の力になりますのでよろしくお願いいたします。そしてえっ、ー、と今回は今予選なんですけども7位まで。 入ることができると、えっと、予選突破ということで決勝まで上がれるという形なので、えー、私も時間を見ながらやらせていただきたいと思っています。今日はですね、えー、とこのあと22時半からそして22時半から23三んんうあというか 二十二時半から二十三時半まで。今回の枠は二十二時まででございます。あれ、なんか私おかしいこと書いた。なんかわかんなくなっ あ、間違えてるわやっぱりなんかおかしいと思ったあ,あそうそうそうこれあれなんか私勘違いしててさまあいっか21時半から22時。 22時から23時。23時半から24時15って書いてある。<laughs> じゃあえ、今回、ここの配信は22時までやらせていただきます。そして次の枠は22時15分からとかにしようかな。そうだね。2うんあ、でも更新できないのか。意味ないんだ。そっか。じゃ二22時半からやらなきゃいけないのね。なるほど。 22時半から23時までってなるのか。そういうことだよね。で、次23時半から24時15分までなんだけど。あ、なんか、なんかちょっといろいろごめんなさい。ごめん、違えちゃったんだけど。どこわかんない。みんな、見てねふふふ。<笑><笑>ごめんね。申し訳ない。なんか、すごい変ななっちゃった。そうだね。 先生、ぜいぜいつぶやいて、おこう。<笑>力 <laughs>。ごめん。今日さ、ツイートしとく。うん。間違ったもんだってさ、わかんないもんだって、すいません。もう申し訳ない。もう私、そうそういうことするから、いけないんだよ。気をつけな うん。<laughs> 泣きそうです。嘘です。ごめん。うん。すま。すまない。 すみませんおぴびびおけパオンパオン <laughs> はいすみませんでしたえっと聞いてください <laughs> カチシマ今日超ダメでキョロケだったんですけどあ、そうねツイートもしてるねオルチバを持ってなしたい のロッケもね、知ってたんだけど、あの、高木早紀さんとね、ジュースジュースの、あ、見てい。やいねた、ありがとう。ちょっと目にこめ合ちゃった。<laughs> 痛い痛い痛いね。どうしよう。あの鏡ないのちょっと見て。大丈夫かよかった。まあ、そうなんです。はい。ということで、 かなんですけどあのなんかね台本をねめちゃくちゃ頭にめっちゃ入れてったのあかと申しますそうあのね今日ロッケねジュースジュースの高木早紀さんと2人でちょっと千葉もてなしたいっていうね千葉県のおもてなしの機運を高めてもっと素敵な町にしようっていう企画をね私やってるんですけども今日それだったんです朝から朝1からなんだけど。 ありがとう待ってましたよ <laughs> そうなのにね私あの台本ね一生懸命すごいあの台本いっぱいあったから一生懸命読んでめっちゃねセリフ覚えてたんよそしたらさ違う台本覚えててなんかもっと新しくなった台本があったので朝から「うわっやばっこっちだったか」と思って超頑張って覚え直したんだけど 結局、緊張していっぱい間違えて何回か取り直しになってしまって、もうなんかごめんなさいって、そう、サイクさんにごめんなさいって、すいません、いっぱいって、じゃあもう全然大丈夫よって言ってくださったんだけどさ、なんかごめんなさいって、すごい思うじゃん。そうでね。 ちょっとだけ空き時間があったの。ちょっと夜にね、ちょっとお仕事があったんだけど、そのお仕事前に少し時間があったのよ。だからその時間の間に私書き物しなくちゃいけなくって、その書き物をね、あの、まあ、できるわ。この時間だとできるわと思って持ってったのそしたらそのファイル間違えて、あの、ギターの時の楽譜なんかギターの楽譜をいっぱい持ってきちゃって。こっちが、これ、違う。 これ違う <laughs> ってなって私ずっとジュース飲んでたその時間ずっとジュース飲んでてなんかずっと2時間ぐらいずっとジュース飲んでた美味しかったけどさずっとジュース飲んでうであじゃあそれてで,でその次のお仕事の時にあのコピーをねしなきゃいけなかったのコピーをね写真写真5枚ぐらいねコピーしなきゃいけなかったのしたらさまず前の人すっごいコピーの量なの。 全然進まない。進まないなぁ。やっと入ったと思ったら、全然コピーの仕方わかんないの。あ、あれこの間これ出てきたのになんで出てきたんだろうみたいな。それ、ぼぼぼぼぼってやって。ははあ、できないと結構やってたの。それ、どうしようどうしようとか思いながら、なんか後ろにおじさんいため、おじさんすみません、ちょっと教えてくださいって言って教えてもらって、やったの。そしたら、あの、それでパって、お金、 入れなほんとごめんなさいちょっと小銭崩してきますって言ってそのさん使えないんだよねすいませんって言っておじさんいいよやってって思っておじさん譲ってあチョコだけ買ってさっお金崩してカーって帰ってきていっぱいコピーして急いで電車向かって <laughs> なんとか間に合ったんだよね、まあ、よかったよ間に合って本当に。 いや、間に合ったんだけど、あの、帰りすっごい電車遅延してて、おーお、おお、電車が来ないってなったんだけど、そうね、ちょっといろいろ今日はいろんなことがあったんですけど、そうね、あの、そんな日もあるんだろうなって思いました。皆さんは最近失敗談ありますネタ分けてくれよだって。えぇ、ー、いや、私、ダメなきは本当とダメなんですよ。うん。 なんか漫画みたいな生活を送るんですよねたまに漫画かな私あ漫画の主人公かなってあかわいいわーって思いながら動くんです <laughs> そうだね明日その分いいことがあるかもしれないですねそうだねそうだから今日姉ちゃんとモコタンメンを食べに行く約束をしたのであ今日じゃないよこれから行くみたいになったけど今日じゃなくて今日をあのね後日 メモって歌詞に使えるやんすよなるほど鼻で「オカリナ」聴いったってオカリナじゃないんで欲しいなリコーダーなんだよね何しよう 今日、リコーダーも不調ですわ。ごめんなさい。<laughs> やめよう。今日、うまくいくかななんか、うまくいくかな今日、ちなちゃんが、あ、そうなんです。メンバーの高橋ちなちゃんがですね、全力坂という番組に出るので、皆さんよろしくお願いします。見てね。 それれぐらいに指摘さるるのがこって出せずに失敗するああなんか辛いなまあでもわかる私もねその書,き書き物とかあるんだけど期限切り切りになったりとかするとえでも今出して遅くなったとか言われるんかなとか思って期限どんどん切り切りになっていくとこめっちゃあるほんとにうんそうそういう日もあるよねダメなきゃほんとにダメだし一日にさ 1>, あの1日に2回靴下破けたこととかあるのよ破けないじゃん普通靴下ってなんか1か月に1回破けるかな破けないかなぐらいじゃん1日で2回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 ,1日で2回もだよ1日で2回も靴下が脱げるあうチが破けたことあったんその時は本当にに何だろうって思った臭いくない。 臭くないいのか,かもしれないけどうだすごいよってさっッ言うじゃない靴下そうでもさ靴下のや,やぶけるとあこれダンスでねダンスやぶけると痛いのねそうだからさあれちくさくないんで3位って言われるけどくさくないくさくない,くないどこがやぶける私は

ごめんなさいね。すいません。うるさいね、今日。ごめんなさい。あの、私の、はい。足で、穴が開くランキング1位。はい。これ足の裏ですね。こう足の裏で、どこが一番破けるかっていう話するよ。えっと、私、 ここですここ <laughs> ここ,ここすっごいさあこすっごい破けないもともと私ここの皮とすっごいむけんのねなんか私すっごい扁平足びっくりするぐらい扁平足なんだけどそれあ破けるあそうなんだよかったここがとにかく破けるんだよねめっちゃ 破けない破けない人も多分いると思う。逆に、うちここめっちゃ足硬くって。ここ硬いし、ちょっと白いし、めっちゃ破けるの。で、靴下も破けるの。ここ、なんだろうね。なんていうの母ュ球っていうの母子球よりもでも横だな、もうちょっと。ね、すごい破けますね。ナンバー 2! じゃん、ここ。もうここ。 のかな。すごい気になる。なんだろう。うん、あ、メガネくんかかと肌って一緒一緒一緒。そうなの。すごい破けちゃうのここ。気になるわかるわ。同じところになってたわ。同じ足の形してる。偏面足？そういうフォン？違うかな。うん、ね。すごい破けてます。何番つり？パここン。ここだよね。まあまあここはもう普通じゃん。 いや、私ここが一番破けるものだと思ったんだけどなかなか破けないんだよね。そうですねこんな感じで破けるランキングですね。うん、はい。はーい <laughs> 最近あのトークに出て<ー>大好きこれ。はいってやるの私いっぱいやりたいの。はいって大好きじゃない <laughs> そうね。最初の足の中で、ね。 そうか。親指より人差し指の方が長い。親より出席するようです。そうなのちょっと見るわ。うちの親より出世したってそれも言うんだ。違うけど。あ、出世するよ、私。私、つま先子ちゃんの方が、つま先の方が、あれだ。つま先の方が長いやん。うん。すご。そうなのジョエル出席でも、めっちゃぴ 微妙な感じ、うん。あ、違う。人差し指だ。人差し指。そんなにまんべんなく破けるとか、家人の足で大根おろ作れるんじゃない作れないわ。<laughs> いや、まあいや、おろさないわ。まず、足の裏でね。おろさないし、そのまま食べるわ。そんなん。全然つま先じゃない。あの、人差し指ね。人差し指めっちゃ長かった。あの、でも、び、微妙にね。 あ、お姉ちゃんよりも出世できるよっていうのってどうやったらわかるかな手相占いかな手相占いかなどうやったらわかると思うちょっと誰か教えてほしい。うちのお姉ちゃんよりも出世できますかっていう。気になるめっちゃ気になる。<laughs> かかとおろしです。<laughs> おぶりーくおぶりーく姉島さん。 いや、姉島さん、本当に負けたくないよ。負けたくない。姉島さんに負けたくない。姉島に姉島さんかぶりじゃないかな、思って。無理じゃないよ。家事一人だと可愛いねって <laughs> なんで何団体ゲーしてる私、何なになに、何 <laughs> 何で笑うのみんな笑わないでよやめて笑わないで私のこと。<laughs> やめてよはい。みんな笑うのやめてよなんで笑うのやらないで。はい。<laughs> ということで。 えー、ギフトだかうギ,フフ <laughs> ギフトギフトギフト投げてくれてる人がいます <laughs> ジージさんあ,いあ,いファイアーありがとうございますそしてジンジさんおおジンジさんありがとうコロナありがとうございますそしておえちゃんへファイヤーありがとうございますそしてとうちょちゃんほんとにありがとうだるまありがとうございますそして酒井さんコロナありがとう ほそちめっちゃくれてるコロナ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 ありがとうございます <laughs> ガムーガムー誰もありがとうあハートだったあいやいやいやごめん間違えたムサイさん、うん

食べとくわありがとう、ありがとう。シラブゲッツだ誰もありがとうございました。ほんと、みんなたくさんの、ありがとうございます。とっても嬉しいです。ほんとに、B なんですかね。<laughs> いいなって書いてある。ほんとだ。ということで、皆さんのおかげで4位、1位ね、順位上げることができました。今日の目標は3位でございます。徐々に上げていけるように頑張っていきたいと思いますので、皆さんぜひ応援の方、よろしくお願いいたしますので、えー、やば、時間。 いやあっという間に時間になってしまいましたけども続いての配信は22時半から行いますよかったら見ていってください髪の毛ちゃんと直していきますねちょっと帰ってきてからやんやってなかったんでもうこんなごちゃごちゃになっちゃったんですけどちょっとね風強かったからね今日本当にそうあもう一個いいですかあの今日京成電鉄さんの方であの、ね、取材っていうかこう撮影もしてたんですけど私がしゃべるたびに電車が通ってテイク3ぐらいまで行きました カジシマ愛でした。はい、はーい <laughs> はい、ということで最後まで見てくださってありがとうございました。続いての配信もお待ちしております。お手を拝借。せーの。以上です。また会いましょう。バイバイ。はい